サラササラサは、インド起源の木綿地の紋様染め製品、及び、その影響を受けて、アジア、ヨーロッパなどで製作された、類似の紋様染め製品を指す、染色工芸用語、英語の鎮痛に相当する。日本ではインド以外の地域で製作されたものを、産地により、ジャワザラサ、ペルシャザラサ、ワザラサなどと称している。日本で、サラサの名で呼ばれる、 染色工芸品には、インドザラサのほか、前述のように、ジャワザラサ、ペルシャザラサ、シャムザラサなど、様々な種類があり、何をもって、サラサと呼ぶか、定義を確定することは困難である。一般には、インド風の唐草、樹木、人物などの文様を、手書きや、老婆線を用いて多色に染めた、木綿製品を指すが、日本製のサラサには木綿でなく、絹地に染めた、 有禅染めに近い様式のものもある。サラサの特色は、その鮮烈な色彩や異国風の文様とともに、木綿という素材を用いること、および、織ではなく、染めで文様を表していることにある。日本の染色工芸種を通関すると、焦燥院宝物の染色品には絞り染め、板締め染め、老房線、木版などを用いた染め文様が多く見られるが、その後、 平安時代から中世末までは、織による文様表が主流となっていた。しかし、サラサの虎いによって、染めの文様表現が再び盛んとなり、後の優前染めなどの流星につながっている。異国風の文様表現のみならず、素材としての木綿も中世末から、近世諸島の日本においては目新しいものであった。それまでの日本の医療の素材としては、絹と麻が主流であり、 木綿は普及していなかった。日本語機によれば、綿の日本への渡来は七は799年、延暦18年のことで、三河国、愛知県に漂着した混乱ンン人がもたらしたものであったというが、栽培方法等がよくわからないままに、絶滅してしまった。日本に木綿が再び伝わるのは、室町時代末期である。木綿は丈夫な素材で、保温性。 吸水性も高く、衣服の素材として優れている。米作よりも収益性が高いこともあって、江戸時代中期以降、日本各地で木綿の生産が盛んになり、広く普及するようになった。日本では、室町時代以降、中国、キラとの看護貿易によって、金卵、ドンスなど、民の高級染色品が輸入された。こうした、輸入染色品は、当時の日本で、 貴重視され、茶人により、名物列、名物切れと称されて、茶道具を包む私服などに利用された。インド産のサラサ列も、名物列と同様、茶人らによって珍調され、茶道具の私服、茶尺の袋、懐中タバコ入れなどに利用された。こうしたサラサ列は、室町時代から日本へ輸入されていたものと、推定されるが、サラサの日本へのト来が、 文献から確認できるのは17世紀以降あり、南蛮線、黄毛線などと称された、スペイン、ポルトガル、オランダ、イギリスなどの貿易線によって、日本へもたらされたものである。中でも、東インド会社を設立し、インドとの貿易が盛んであった、オランダやイギリスの貿易線によって、日本へもたらされたものが多かったと推定される。サラサの文献上の所見は、 1613年、慶長18年、イギリス東インド会社の司令官、ジョン・セイリスの日本来航機に見えるものである。対日貿易開始のため日本を目指した、セイリスは、1613年、クローブ号で、平戸、現、長崎県平戸市に入港。この時、火薬、鉄砲、ワインなどと共にサラサを、平戸の領主に送っている。こうした。 室町時代から近世初期にかけて日本に渡来した皿サ皿サ列は小当たり皿皿と称されて特に珍調されている。彦根藩主池にはこうした小当たり皿皿の見本列が多数伝来し、彦根皿皿と通称されている。彦根皿皿は現在東京国立博物館に約450枚が収蔵されているが、作風から見るとその大部分はインド皿皿である。 1778年、安永七年には、サラサの図案を修正したスケリオシャビンランが刊行されており、茶人、武家など浮遊な階層に独占されていたサラサが、この時代には広く普及し始めたことがわかる。現に、近世の風俗図屏風などには、サラサの衣装を着用した人物が描かれたものが散見される。サラサの語源については、諸説あり、決定的な説はない。 インド北西部の港であるスラトが語源であるとする説が古くからあるが、スラトとサラソの音韻には差が大きく、この説は現代ではあまり支持されていない。ポルトガル語のサラシサが語源であるとする説もある。また、16世紀末のオランダ人、リンス法典の東方案内機に、メンプの名としてサラソあるいはサリソスという名称が見え、これが語源であるとする説もある。 サラサという漢字表記が定着するのは江戸時代末期のことで、それ以前にはサリョウサ、サラシャなど様々に表記されていた。1713年、聖徳三年間の和漢三歳図絵では花布と書いてサラサと読ませている。この花布とは文様のある布の意である。また、江戸時代にはサラサに相当する染色品をシャムロ染めとも称し、 皿染め、砂質染めなどの字を当てている。例えば、1638年、寛永15年に刊行された、毛吹草には、皿染め表記が見られる。シャム、大国方面を経由してもたらされた染め物という、意味合いで、シャムロ染めと称されたものであるが、現存遺品を見る限り、こうした染め物の大部分は、インド製である。インドの染色は2000年以上の歴史を持つが、 現代に伝わるインドザラサは、概ね16世紀以降の品である。なお、エジプトのフスタートからは13の14世紀に、遡るインドザラサが出土している。製品は壁掛け、敷物などが主で、赤、白、藍、緑などの地に、濃厚な色彩で、唐草文、樹木文、ペーズリー文、人物文、動物文などを表す。このうち、 唐草文はエジプトに起源を持つ古い文様で、壁掛け、敷物などの前面に唐草を表したり、主文様の縁取りに唐草を用いたりしている。樹木文は、生命の象徴としての聖樹を、主文様としたものである。インドザラサはインド国内向け製品のほか、インドネシア、シャム、タイなど各地に輸出されており、これらの製品はインド国内向け製品とは異なり、 輸出先の地元で好まれるデザインが採用された。染料としては赤根、赤根の赤、コチニールのエンジン色、藍などが用いられる。コチニールはサボテンに寄生する貝殻虫から得られる動物性染料である。インドザラサの作風は多岐にわたるが、大別して目の摘んだ木ン地にカラムという鉄製、または竹製のペンのような道具を用いて、 手書きで繊細な文様を表したものと、やや目の荒い木綿地に、主に木版、または、テラコッタ版を大夏して、文様を表した、日本で、鬼ざらさと呼ぶものとがある。手書きと版を併用した作品もある。前者の製作工程を略述すると次の通りである。木綿は、耐久性や保温性には、優れているが、染料の色が定着しにくい素材である。また、 カネなどの植物性染料は、病板、鉄、アクなど、他の物質と化学反応を起こさせないと、染料単独では発色、定着しないことが多い。この化学反応を起こさせる物質を、焙煎剤といい、カネの場合は、病板が焙煎剤として用いられる。インドザラサの製作にあたっては、ミロバランという植物の実を煮沸して作った、染め汁でした染めした後、 カラムを用いて、焙煎剤で図案を描く。これを赤根の染め汁に浸すと、焙煎剤を塗布した部分のみが赤く染まる。次に、これに青系統の色を加えるには、藍で染めたい部分だけを残して、布面に牢を置く、牢房線。こうして、藍染めを行うと、牢を置いた部分は染まらず、牢を置いていない部分のみが藍色になる。前述の鬼ざらさは、赤根染めのみで、 呂房線の工程を省いたものが多く、文様も手書きでなく木版プリントによるものが多い。インドザラサの影響下に制作されたもので、呂房線を主たる技法とし、バティックの名で知られている。文様を描くには、チャンティンと呼ばれる、銅製の骨棒に、取っ手のついた道具を用いる。これに溶解した牢を入れ、細い継ぎ口から少しずつ牢を出すことによって、文様を表す。また、 チャップと呼ばれる銅製の型を用いて、牢置きをする場合もある。色彩は藍色と茶色が特徴的で、茶色は、ソガという植物から取られた染料である。特徴的な文様としては、葉、刀、蛇などの連続文様がある。現代では、ジャワさん以外でも、老房線で文様を表した布の、牢血染めを一般に、バティックと呼称している。 インドザラッサと、技法、文様ともに近い。植物文様にチューリップ、バラなどの洋花を多用する点が特色である。技法は、インドザラッサと同様、手書きと木版オーナツとがある。文様は、仏、菩薩などの仏教的題材をモチーフにしたものが多く、色彩は藍色を多用するのが特色である。他にロシアザラサ、獣医ザラサ、フランス、 オランダザラサなどがある。これらは各国において、インドザラサの技法とデザインを模倣し、木版に変えて、銅版を使用するなどの技術改良を加えながら展していったものである。早くから作られたものに、鍋島サラサがあり、その他江戸時代後期になると、日本各地でサラサの模倣品が制作されるようになり、天草サラサ、長崎サラサ、堺サラサ、京ザラサ、 江戸ざらさなどが著名である。文様の表室には、手書きや、木版のほか、日本独特の技法である、伊勢型紙を用いた型染めがある。伊勢型紙とは、現在の三重県鈴鹿市の特産で、渋紙を何枚か重ね、彫刻刀で繊細な文様を彫ったもので、これを布面に当てがい、刷毛で染料を塗り込むものである。近世の日本では、赤染めの技法が開発されていなかったため、 全体に、色彩は地味であり、文様も、扇などの日本的風物を取り入れたものがある。鍋島サラサは1598年、慶長三年、朝鮮出兵から帰国した鍋島直重が朝鮮から連行してきた、久山同性のある人物によって始められたとされ、染めには木版と型紙を用いる。焼き物の鍋島焼きと同様、佐賀藩によって保護奨励されていたが、 鍋島サラサの伝統は明治になって一時途絶え、1960年代になって地元の染色家、鈴田昭治が復活した。甘草サラサは、江戸時代末期の文政年間18、1818に始まったとされるが、染色工芸家、大和田康子氏の40年以上かけた研究、甘草サラサの検証20、2010.9、及び甘草のサラサ、2014.5、 によると、江戸時代、オランダや中国から長崎経由で輸入される際に、長崎奉行が鑑定、評価する手本として、幅2寸6.06センチほどの切れ端を、刃物切れ本調に貼り付け、ニフラのサンプルを作成した。それが現在、東京国立博物館や、長崎歴史文化博物館などに残っている。旧家の王将や松浦や、天草市天草町や、武田や、 天草郡霊北町などに残るサラサを一点、刃物ギレ盆ボの模様と布地を照らし合わせた。その結果、輸入ザラサとそれを真似て、日本で作られた和ザラサの二種類に分類できることが分かった。さらに型紙も発見されず、鍋島サラサなどと型を並べるような独自性のある、これぞ天草ザラサの技法なりというものは全く見当たらず、サラサの中で特別のものとするには、 無理があるる。と疑問し,し結論づけているこの他に長崎さらさ、堺さ,らさ、紗、京ラサ、江戸ラサなどが知られる。こうした和ラサは、元は男性の下着や女性用の帯、和装小物、風呂敷、布団地などに用いられ、素材はインドラサと同様に木綿が原則であった。しかし、大正時代末期頃からサラサ文様が、 絹製の帯などにも染められるようになった。サラサが気弱にも染められるようになり、サラサの着物が普及するようになるのは第二次大戦後のことであるが、これは文様が異国風であるという点以外、一般の着物と大差ないものである。古典園芸植物である観覧の褐色には、サラサ系と呼ばれるものがある。一般に観覧の花びらは緑を中心に赤や黄色に色づくが、 その際、花弁の脈を中心に色づく傾向がある。その中で、特に脈の赤や茶系統が強く、花弁の周囲の地の色に対して浮き立つものをこう呼ぶ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。